はい、こんにちは、道山の工業の機械です。今日はですね、ゲストに来ていただいております。ちょっとやめ島根の、はい、地球道模型さんの店長の南條さんでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。いやー、来ちゃいましたよ。はい、ようこそ来ていただきました。浜田市、ありがとうございます。ドンチッチタウン、ドンチッチタウン、ドンチッチってめっちゃ気に入っていただいて、はい、あのドンチッチって意味わかりますか？やっぱドンチッチでしょ。あ、そう、はい、もうあの神楽がドラムやってるんで、あのおじさんバンドでドラマ。あ、そうなんです。え、今でもライブとか出てる？いや、ライブをやる村祭りが中心に追い込まれてて、はいはい、あ、そんなことはどうでもいい。そんな悲しいオープニングな地球道模型さんとは、はい、今年出展させていただいた静岡ホビーショーですね、うん、そうですね、にお越しいただいて、3日目の小中高校生招待日で弊社が実施した消しゴムハンコのワークショップ、あれすごかったです、本当にね。うん、子供たちに何かやってくださいっていうことだったんで、そしたら消しゴムはんこかなっていう軽い気持ちでやってたんですけども、うん、それを南條さんが、なんだここのブースは、うん、いや本当にあの会場で子供たちがわっと集まった箇所のもうトップ5、3に入るぐらいの人の多さがすごかったです。ありがとうございます初出店であの、あ、まあ、ねえじゃないですか。いや感動しましたもん。まあ、我々はその子供たちに向けて消しゴムはんこの普及活動っていうのは長らくやってたんで、どっちかって言ったら得意な方だったのかなっていうのもあるんですけども、その流れでなんと地球道模型さんでも消しゴムはんこの商品をね、お店にね販売していただいてて、ただ気になるのは南條さん消しゴムはんこの使い方知ってんのかなと。いやーどうですかね消しゴムハンコはしたことはないですね。あ、はい、そうですか。やったことないです。せっかくなんで私もあの消しゴムハンコ村出身者としてですね、消しゴムハンコの作り方を、はいはい、南條さんに知っていただいて、あ、ぜひぜひ、より力になるようにですね、そういう動画を今回は撮りたいと思っております。あ、もう本当に嬉しいです、はい、もう小学校の時にそのやるじゃないですか、あのなんかガリ板でしたっけ、なんかガリ板ね、薄い板に、あ、そう、削ってやるんですけど、ね、まあその時にできた人の顔がですね、うん、猫のような目で、うん、あの三角の鼻で、うん、なんか唇も、はい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 、もうあのこの縦筋が入れすぎてガサガサ、ね、妖怪みたいなもの。いや、まあそういうのが味わい深くてね、あのいいとは思うんですけども、あの消しゴムハンコを作るにあたってこういうとこ注意するといいよっていうところが、はい、何か所かあるんで、あ、もうぜひぜひそこら辺もご教示させていただければと思います、はい、ありがとうございます。勉強します。よろしくお願いします。はい、手元でーす、はいはい、今回ですね、この仏ハンコセットという、ほう、はい、消しゴムハンコ仏師日比さんとのコラボセットなんですが、これを使って消しゴムハンコの作り方をお伝えしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい。じゃあちょっと早速開けていきましょう。はい、はい、これがスタンプ、結構豪華セットですね。そうですね、スタンプと、はい、スタンプインク、あ、黒と赤、そうですね、基本的なで彫刻刀5本組、はい、あ、これひっくり返ってますけども、で消しゴム、そしてトレーシングペーパー、はははは、はい、この30ミリの消しゴムを使って、はい、この中にですね、こういう仏さんの図案が入ってます。あ、はい、いいですね、はい、なんで、ここら辺でまあ釈迦如来本当だ OK みたいな感じで、よくできました。使いやすいんじゃないでしょうかね。あのお子さんの連絡帳にも使えるんじゃないかなと思いますので、まあこれ、はい、これでもやっていきましょう。はい、はいはい、まずこの消しゴムに図案を写すんですけどもこの、下絵にトレペを乗っけまして、はい、これに、シャーペンもしくは鉛筆で写し書きをお願いしたいです。はい、はい、あ、すごい、ちゃんとこう方眼紙にピタッと合うようになってですね。そうですね、割とあのしっかりめに写しましょう。あ、なるほど、はい、なんか写すときはあれですか、はい、その 2B がいいとか。ああ、まあ濃いのがいいですかね。薄いとね、
まあそうですよね。映した時にちょっと見えにくいんで。耳がちょっと含み耳というか。あ、あの仏さんの耳たぶは長い耳たぶしてますんで。1,2,3,4 本こか。あ、そうね、あの、これで大きいですね、はいはい、指が6本になるとこですはい、うん、OK です。映し損じありませんかね。はい、大丈夫です。ちょっとずらしてみて、こういう感じですか。そうですね、まあいいかもしれない。はい、OK、はい、です。はい、はい、はい、そしたらですね、消しゴムのこの彫りたい面に今書いたところを繰り返して乗せます。ずれないように、まあこんな感じで固定してあげて、うんうん、で爪でスクラッチ、スクラッチですね。へー、はい、あ、じゃあそんなんでつくんですね。そうなんです。じゃあ、はい、ありがとうございます。髪ずれないようにだけお気をつけください。了解です。だからやっぱりさっきみたいに挟み込んだ方が、あー、なるほどなるほど、うん、そうそうそう、こういう感じ で、はい、これでもあれですね、言ったら一番大事なとこですね。まあまあそうですね。いいかなと思ったら、はい、いきなりバッて全部外すんじゃなくて一部押さえながらついてるかな。そうそうそう、ちら、あ、結構そうでしょ。で上の方もついてるかどうか、はい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 、はい、あ、これ全然ないです。で OK そうだったら、はい、思った以上にしっかりつきますね、うん、ここね、感動ポイント一つ目。本当ですね。そしたら、主役のですね、彫刻刀の出番でございます。はい、ちょっとやってみましょうか、この三角刀ですね、はい、で一つちょっと ご説明させてほしいのが、三角刀って普通、うん、ここ、こんなにとんがってないんですよ。アルファベットで言うとちょっと A っぽいっていうかな、とんがってるじゃないですか、はい、これね、木彫用の三角刀ですけども、まあ、平らか、もしくはちょっとあのこの両端が前に出てるような研ぎになってるんです。そういうことですね。木彫用なんで、こういう研ぎの方があのいいんですけどね。うんうん、本当はここの上の線ですよ ね、 そうですね。その先端が、研ぎがわざと変えてあって、へー、石ごまはんこが折りやすい形になってるんですね。へー、うん、それではこの三角刀を使って仏さんの線を残す折り方をしてほしいんですけども、はい、ちょっと見本をご覧、あ、お願いします。入れます。彫刻刀は、向こうが向くように持ちまして、まあ刃どこからでもいいんで、入れますね。スッスッと刺します。でよくやりがちなのが右手動かして進みたいんですよ。はいはい、ね、でもここら辺からちょっとデンジャゾーン、うん、デンジャゾーンに入ってくるんですよね。わ、うんうん、かります。わかります、わかります。ほら、危ないですね。と、はい、危ないです、危ないです。なりがちなんです。で、もうこんななって確かに確かに、こんななって、ね、でみたいな、うん、なりますね。なりがちなんです、うん、なのでこっちはほぼ差しっぱなしで消しゴムを、うん、回すんですね。ああ、なるほど。はは、は、右手はもう置いてるだけなんですね。なんかもうほんとそんな感じ。この反対側から入れ直して、なるほどなるほど、まあ、やりやすい方向。そうですね。でさっきの交点でクロスしてプリッ、ああ、なるほど。でまあ幅はこれくらいです。細くやる人いるんですよ。はい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 、このキワキワを細くやる人いるんだけど、 あんま意味ないですね。うん、最初から結構深めに、結構深め、そうです。で後でここ全部取っちゃうんで、うんうんうん、ここがあんまり浅すぎるともう一回深く掘り直さなきゃいけないから、あ、二度手間なんです。二度手間なんですね。じゃあちょっとずつ削るというよりはもう結構大胆、一回でもう終わらせるぞという、なんかあの彫刻っていうとなんか少し離して掘りしろ残しといて後で仕上げるみたいなイメージあると思うんですが、消しゴムはんこは最初からキワッキワッ、なるほど、キワキワ思いっきりいった方が、本当だ、ああ、ここちょっと細かくてちょっと無理がありますねこういうとこ無理があるんで無理しないでそういう時は陰刀、陰刀、これ斜め刃って言わないんですね。あ、斜め刃は初めて聞きました。小刀
とか。ああ、小刀。小刀って言いますけど、斜め刃は今初めて聞きました。陰刀の陰ってなんで陰なんですかね。わあ、この説明長くなる。長くなる。簡単に言うと、はい、ハンコを彫る彫刻刀を陰刀って言うんですね。ああ、なるほど。陰の刀。その陰刀って斜めで、うんうん、ここに平らな刃がついてる刀なんだけども、うんうん、パッと見こういう形してるんですよね。おそらくそこから来てるんだと思われます。なるほど。はい、え、じゃあこれ一番先端は平らになってるんですよ。いや、これはそうじゃないんです。これはここはもう全部研ぎ切ってあるんで、ここはスッと刃になってます。だからちょっと混同されやすいんですけども、石用とかハンコ用の陰刀とはまた全然形違いますんで、はい、でこういうちょっと三角刀じゃもう無理無理っていうところは、こういうのをプス刺して、あ、V の字カットみたいな、そうですね。でこういうところもスッ、まあ、スッと入れると本当だ取れます。あ、いいですね。はい、山田さん、もうちょっと やらせてもらっていいですか。あ、どうぞどうぞ。耳やる時も、うんうんうん、ちょっとこれだとこの細さの違いがあってちょっと難しいんで、そうですね、陰刀を駆使するんですけれども、陰刀をね入れる時にまっすぐ入れがちなんですよね。なんか分かる気がします、うん、私も最初まっすぐ入れてました。なんか分かんないんだけど、でもまっすぐ入れるとするんじゃないですか。まっすぐ、まっすぐ切り込み入れるとするじゃないですか。あの、何もならないですよね。これ取れないし、ただ縦に、ね、そうですよね、切り込みが入ってるだけで何もならないんですよ。でこれハンコでこれを今押しても何の跡も何もつかないです。うっすらこの傷が出るかなぐらいってことですね。陰刀は基本まっすぐじゃなく少し斜め、まあ45度とかそんな角度は場所によって変わるんで、まああんまこうだとあんま意味ないから、やっぱこう、で例えばここからプスッと刺します。でスーッと入れます。でも細いんでここら辺気をつけてくださいね。でひっくり返して、でまた同じように斜めに入れますと中で V の字で繋がるわけですね。はあ、なるほど。だからこれでもう取れちゃうんですね。あ、すごい。よいしょ、こんな感じ。あ、すごいいいですね。で綺麗に、なおかつ大事なのが丈夫なんです。V の字っていうか台形で丈夫にできるんで、それがあの残したい面があって、これが一番丈夫なんですけど、こうだったりはたまたこう、はあ、なるほどなるほど、東京ビッグサイトみたいな、あの、はいはいはい、こうだとなるほどなるほど、ポロ取れちゃいがちな、あ、で三角刀はそれ自然と V の字で彫ってくれるから、あ、気にしなくても、なるほど、勝手に丈夫な作りになるんで、なるほど、この三角刀で可能なところはもうこう溝掘っていって、はい、でちょっと例えばこのこことかね、この白毫っていう、アダムのポッチ、そういうのはもうこういうのを刺してくるくるくるっと回してポロッと取るみたいな、でちょっとこうやってみてください、はい、で広いところはまた後で説明します。了解です、はい、でこのラインに沿って、そうですね、初の入刀さあ今入刀、はい、入刀しております。ゆっくりね、ゆっくり、あ、もうちょい深くていいかな。そうですね、うん、いや今自分で思いました、はいはい、そのいわゆる最初の人がやっちゃうやつ、はい、これってここの切れないところは三角刀でエンドまで行く、はい、エンドまで行ったらこれで切り離すとか、いやでも確かにこう初めて使うものってやっぱためらっちゃうから、はいはい、浅くなりがちですよね。そうですね、どれぐらい思いっきりいっていいんだろう。あ、これぐらいいってもいいのか。そうですね、じゃあ上の方をいってもらって、あ、もうね、はい、あのね、線の際でいいです。あ、はい、そういうことか、はいはい、こういう感じですね。そうそうそう、まずは線の際に V の溝を入れていく感じです。あ、はい、中
を塗りつぶしていくんじゃなくて、じゃなくて、まあそれでもそれもそれでいいですけど、基本的には線を、うん、まず残したい線の周りをとことん掘っちゃって、なるほどなるほど、で余白は一気に取るっていう。あ、結構残ってるっていうか、うん、その線キワキワじゃなく少し内側になっちゃいました ね。これゴムはこう柔らかいから、うん、線を細くしようとするの難しいんですよ、うん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 、なんで肉があるうちにその鉛筆ギリギリの線攻めた方が仕上がりは綺麗ですね。あ、なるほど、はい、ちょっともう一回じゃあ、はい、こう三角刀のどこの部分が際に当たる刃の位置なのかっていうのを、なるほどなるほど、勉強しない、ここら辺か、あ、ここだ、はいはい、うん、で黒糖でプスリ、そしたらこの真ん中に島ができましたね、はい、これを、まあ、さっきの三角刀で取ってもいいんですけども、こういう便利な丸刀のがあります。丸刀の章ですね、ちょっと細めのやつですね。あ、これがね、丸刀、ちょっと幅広で、少し浅めの丸でございます、うんうん、でそれに比べるとちょっと深めの丸なんで、うん、本当ですね、全然違いますね、はい、ちょっとピント全然合ってないですけども、これこうだとちょっと広すぎますから、うん、なるほどなるほど、これこれで、取るんですけども、もうここにトンと入れて、でこの両端を、ダメージいかないようにずっと刺してぐるーっと、あ、もう取れるな、へー、あ、ほんとだ、こんな感じでやると、あの三角刀でいちいちこうやると多分 2,3 手いると思うんですが、だったらこれぐらいの幅だったら、うん、いっぺんにいけちゃうんですね、へー、はい、あ、わかりました、はい、じゃあその感じで、はい、ちょっといろいろやってみます、はい、あ、もう好きな好きな順番で、ここのシャツとか、はいはい、シャツシャツシャツもう薄さでボロ切れらしいですから、あ、そうなんですね、阿弥陀さんぐらいになってくると服、はい、そこら辺に落ちてるその汚ねボロ切れいいよっていうぐらいの人なんですよ。切れりゃいいみたいな、切れりゃいい、飾りなんかいらないっていう、さすがね、キワはねどうしてもゴムなんでなんかピョイってなっちゃうんですよね。うん、これはどうしよっかな、あんまりあんまりおすすめではないけども、はい、お、なんか技があるんですか。そうっすね、あんまり子供たちにはやってほしくないんですけど、うん、もうこう自分の指をまな板にする、あ、そうですね、それはあるかもしれないです、あの勢いよく行かなければ、こっちにケブラー手袋をつけましょう、 ケブラー手袋をつければこうやって、うん、自分の手でちょっと受け止めるみたいな、そう、でもこれは真似、子供たちは真似しないでください、うん、力加減が分かってる人じゃないとちょっとできないですね、うん、そうですね、まあ一つのコツとして、うん、はい、南條さんも対応していく、これも危ねえやり方を対応していくでもやっぱ模型でもやっぱこういうなんかありますよ、なんかついつい、うん、あんまりだけどおすすめはしないけど、うん、そうそうそう、自己責任の範囲で、そうそうそう、ありますよね、これの胸のところとかどうしたらいいんですか。胸のところはね、もう、あ、なるほど、ごめんなさい、三角章があるんですね、あるんです、細いんです、細くて V 角度もちょっと鋭いんで、あ、本当だ、細かいところは掘りやすいです。ここに線があって、こっからスタートするとどうしてもここのお尻がこの線に乗っかっちゃうんで、うんうん、力入れるとか、あー、なるほど、こう入れといて、で、ピントで切っちゃう、あー、それでもいいし、あ、そういう、なるほどなるほど、でこれはまあ、あの、こういうので、あ、逆、あ、なるほど、ここで丸刀を使おう、そうですね、はんっていう感じで、はははははは、もうこんぐらいになってきたら全部咽頭でいい気がしてきた、うん、なんか気がしてきますねあ、何でした、はい、残したい線
がありますよね、うんうん、残したい線にこうブスって刺しちゃうと東京ビッグサイトになります。あ、本当だ、はい、土手にしたいんで残したいところの左側にブスッ、右利きだったらね、あーなるほど、刺して常にその残したい線の左に斜め、この斜めに入っていくようにこう入れる感じです。いや本当だ、そうですね。そうしますと中で V の字でこう切り込みが入るん でほら、あ本当だ、うわすごい、あそれは感動する、なるほど、うん、でそれがね結構間違いがちなんで、うんうんうん、子供たち結構あ逆みたいな、うん、ブス ここに向かってブスって刺したりするんで、そうじゃないよと、こっちに入れてこうだよ、常に今どう切れてるかを割と意識してあげるってことですね、うん、だからこそうかそうか、下が台形の面になるように、うん、だからこういう感じでブスッと、ね、くるっと、そうですね、あそうですね、でことはこっちの一回これリーンと、はい、回してで、そうそうそう、でここら辺からそうそうそう、ついついその線の方を見たくなっちゃうから、これでいくとその線が消え見えなくなるんですか、春が暮れて、うん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 、だからと思いきや、やっぱりどういう感じで切れてるかの方が大事っていう、そうですね、あ面白いな、あ面白いと思っていただけたら一安心ですけど、理屈が分かるとね、うん、うん、面白いです、うん、そうです、おお、キレキレキレ、あポッと切れたっすね、はい、うんいいですね、で、あもう、ああ、えキレ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 ですか、うん、あなんかもう手術を見てる、ああオペを見てる、オペを見てる、いやでも本当手先が器用な人が増えてほしいですよね。そう、うん、でもただ手先が器用不器用だけじゃないのかもなとは思いますね。はあ。やっぱ好きかどうかっていう。あ、うん、そうっすね、うん、そうっすね。それが好きかどうか。あ、ここの首どうしようかな。ここだけ切るのってかなり難しくないです。ここ。取れてないですか。なんかここですよね。この極小部分。おーすげえ、入るもんなんだな、いやーいやー細かい、はい、あもうこれで OK なんですね、すげーな、はい、もう出ます、線は出ます、ちょっと薄く青が残っててもくぼんでれば全然大丈夫です、はい、あとでインクの付け方っていう説明もするんですけど、あなるほど、はい、いや普段、まあ、それこそだいぶ機会は減りましたけど、自分の名前の印鑑を押すときに、うん、一発であんまうまくいかないんですよね。それは多分手肉の付け方に問題があるような気がします。トントンってされて口でハーってやってポンみたいな、ね、なんでハーする、なんでするんでしょうかね、湿気をプラスしたいのかな。瞬間接着剤とかみんなハーってやるんですよね。ハーですね、フーじゃなくて、あれは湿気を与えるために、やっぱそうですね、あとはっていうのは分かるんですけど、雨の日にクリア吹いてかぶるっていう、そうそうそう、もう白っぽくなる、あれ面白いですよね、やっぱり湿気で固まるから、そうそう、水分取り込んだらね、えシュッてやった瞬間にその水分取り込んじゃって、ね、んで当たるっていう、おうまい、さすが、ちょっと見えてきました、いやいやいや分かってきちゃいました。あの機械さんの教え方が、いや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 、上手で、さすがだわ。あんまりうますぎても困るんだわ。まあいいか。でもうん、なんか分かってきました、うん、分かってきました。あの無駄な動きがなくなってきましたよ。その線ギリギリに行ってスパッて行っちゃうっていうのが、そうですね。分かりましたよね。分かりました。うん、これすごい分かりました。しかもこう切っていくときに、うん、そうまっすぐじゃなくて斜めに行ってるから、はいはいはい、取れる、このスパンと行く感じ、おお。だから ここの中心が点になってるようなイメージですよね。あ、そうです、
この中心に向かって、ああですよね、うん。断面は三角ですね。うん。いやなんでこんなに細かいことできるんだろうってちょっと思ってたんですよ。はいはいはい、実は。はい。まあ、いけるな。この地道な作業の繰り返しで細かい消しゴムハンコも時間かければ作れるんです。また相手が仏様っていうのがいいですね。あ、確かにね。なんかいろいろ自分の過ちが洗い流されていくような。う今。掘ってる間お呼びしてる感じというか、あいやでもこの咽頭のいかにうまく使うかですね、うん、これそうですね。この咽頭も木彫用の咽頭より切っ先といってあのとんがってる角度が、うん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 、あの鋭めに作ってるんで、あそれで消しゴム掘りやすくなってます。おお、あと残すところまだ顔青いですよ。本当ですねこのままだと顔青ざめてますから。これはじゃあ三角刀になるんですかね。そうですかね、ちょっと広めですから、うん、目とか口とかぶっ飛ばさないように気をつけながら、なるほどなるほど、ちょっと細いので、はい、そうなんですよ。咽頭はだいぶ分かったんですけど、まだやっぱ三角が際が、ね、はいはい、際がどこかというのが。あと南條さん、持ち彫り派なんですか。持ち彫り なんですか。そんなのがあるんですか。持ち彫り派、持ち置き彫り派と持ち彫り派で、へえ、持ち彫り派ですね。地面に置いて、あはいはいはい、やるか。そう、最初さっきそれでやったんですけど、はいはい、こっちの方がやっぱり転がしやすい、ね、そうですそうです。単純に目が悪い人派みたいなとかですか。あ、近くでね、近くの方が、はいはいはい、いやこれ撮影してるから本当はもっと私も顔面近づけてやりたいんです。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。だから本領は発揮できないんです、この。うん、わかりますわかります。撮影してると、はい、それ言い訳にして、そうそう、僕も常にそれを言い訳に本当はもっとやれるんだよみたいな一個ちょっと技というか、はい、あんまゴシゴシすると鉛筆伸びるんで。そうですねそうですね地味だけど、この目の上ってこうつながってるんで、のあ、なるほど、スーっていっちゃうとかね。あ、そうすると自然なお目目になるというか、はい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 。で下はこうやって、下は別に一直線じゃなくてもこうしてやってあげると、なんか絵を描くときに、うんうんうん、こう十字線入れないですか、 あの感覚に似てるかもしれないですね、はい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 、うんうん、これでもいい、ね、でもなんかちょっと太いんで、なんか印鑑を押したらグラサンかけた感じになりませんかね大丈夫かと思います。あ、そうなんです、まあ、後で押してみましょうはい、うん、あ、白号はこのおでこの点、はい、ちょっと先に抜いときましょうかね。あ、そうか、周りを掘れば掘るほどどんどん安定が悪くなるんですもんね。そうそうそう、あ、素晴らしい、なるほど、ちょっと見えてきました僕。素晴らしい、どう説明しようかと思ったけど、もう完璧に理解してた、さすが。これを交差し してくるりん、でしかも中心が点が真ん中にあるよみたいな。もう教えることない、もう教えることない、こういう感じ。わあすごい、よいしょ、あ、抜けた。子供たちに、はい、はちょっとこの図案難しすぎます。もしくはこの図案でも、例えばこの線を三角刀で抜いていっちゃう、はいはいはい、白い線にする、線を彫るやり方でも十分あのハンコにはなるんで、どっちが押しやすいんですか。子供たちにはもう三角刀一本で線を白くしてるやり方、うーん、の方がまあ入門ではあるではいいでしょうね。あると、あ、でもプラプラになっちゃう原因わかる気するっすね。咽頭でちょっとやりすぎて、そうです、ためらい傷ですですね、はい、だから一発で決めるっていうのがやっぱり鉄則という、うん、鉄則ですね。鉄則っていうか、まあ、うん、あのできれば、うん、なんかここら辺ってこう切ってこう切るって決めずに、とりあえず線だけこうなぞって後から考えようってやっちゃうと、うんうんうん、どう切ってたかが分かんなくなって、はい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 、あ、歯入ってたわってなって、そうそうそう、20、30に切っちゃって、うん、でパソパソになるんですよね。
いやーすごい、この一個の消しゴムハンコでのこの成長ぶりすごいっすね。いや こういうの初めてなんですよ。自分がこうやって作るんですっていう動画はやってきましたけど、はい、人にやってもらって、あ、こうです、あですって言いながらやるの、あ、これ初です。あ、そうですか。なんかでもゲストの方とか結構来られてたイメージが。ゲスト来てもらっても、あ、もともともうプロの方とか知ってられる方とか。あ、そうですね。あのスプーン掘ってもらったっていうのはあります。あ、そうそうそう。天国の人にスプーン掘ってもらったっていう。なんか最終的にウルトラマンになったとか。よくご覧いただいてて、はい。これはでももう丸刀でスパンって感じですかね。あの白毫の周りをちょっと安心させときましょうか。うん、白毫の周りに、うん。溝がまだ入ってないので、なここでこうくるっと、あ、そう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 、起こしたい島の周りに深い溝を掘ってから丸刀でなるほどさらってくって感じですね。その溝があるだけでやっぱ全然そこはストッパーになるんですね。そう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 、これ三角刀です。丸刀ですか。陰刀入れたから反対側からスーって入れて、あ、そういうことですね。なるほどなるほど、そういうことか、うん、まずはもうこの残したい線の周りに溝を徹底的に入れて、うん、で勝手にここ浮き島になるんで、うん、それをこういう丸刀で切っちゃうみたいな、ぶっ、はい、逆をぶっ通さないようにしてくださいね。そこ向き的にもこっちの方が、ね、逆方から、そうそうそう、外に向かった方が安心ですね。取れたー、取れたーし、いったー。そしたらこの、めっちゃお綺麗、うん、これ、はい、あ、ごめんなさい、丸とこの広めのやつで周りを取って、はい、多分おしまい。あ、了解です、はい、これわざとなんか五光刺したような感じとかやってることですね。五光刺すんだったらこうですか。あ、刺してもいいんです。あ、いいですよ、パーっと、うん、じゃあ、ここここ一応、はいはい、あー、かわいい、いいじゃないですか、はい、これをちゃんと転写するっていう、その時の思いつきじゃなくてその都度その都度ちゃんと、うん、そうですね、の方がその自然っていうか、おー、すごい、やっぱりちゃんとつくな。思った以上にちゃんとつく、ね、線を残す、線を残すのね、残しましょうか。線を掘って白い線にするんじゃなく、白い線にしたらだってこれ黒ベタになるってことですね、この間が。そうです。でも黒い闇に白い光がパーッ入った感じになるんですね。その方がいいか、了解です。でも私これ余計なスースーって入れちゃったんで、うんうん、全部もう統一して、うんうん、ここにこう縦模様をあらかじめ入れちゃっといて、下の方は光ってる演出を、あ、なるほど。思いつきですかね、全部スーパー仏さんみたいな。あ、いいじゃないですか。ほんで、あとは、はいはい、もうピッピッピッと白い光を入れていく。はい、ピッ。あの、大人なやり方やります。そうですね、もうそれしかないですね。こう。おすすめできないって言ってるのに、そればっかりやらないといけないような。手袋を推奨しましょう。そうですね。あ、そうだ、全然あれなんですけど、その彫刻刀でこうやって触ってると、どうしてもこう手に触れたりとか、うん、あると思うんですけど、はい、なんか最後終わった後とかって油とか塗るんですか？あ、そうですね、まあ本当に丁寧な管理の仕方としては、うん、布に錆止め用の椿油ですとか。ああ、やっぱ椿油がいいんですね。そうですね、まあそんな多湿なところに放置しない限り、うんうんうん、そうそう錆びたりはしないとは思うんですけど。あ、そうなんですね、うん、おいい感じできたんじゃないんですか。じゃあ下をちょっと一回溶かしましょう。いや、すごい楽しかった。よかった、この感想が聞きたくてきたので。で、下に切りくずが残ってると押すときにそれが邪魔して綺麗に押せないんで、はい、綺麗にします。で、インクの付け方とか言ってましたけども、はい、これね、ごめんなさい、今日持ってくの忘れちゃったんですけど、練り消し。あー、練り消しっぽいのあります。あ、すみません、本当は練り消し持ってくればよかったですが、うん、地球ドーム計算にあった不思議なジェル。これもともともっと透明なやつだった。ああ、いいですね。でやりますと、まあ、若干、うん、こな若干切りくずがつきます。これやっといた方がいいです。結構便利なんですね。
で子供たちにインクとスタンプをほいって渡すとうりゃーってやるんですよ、ぐしゃーってやっちゃうんですよ。でわーってやるともう細い線とかにもうびちゃびちゃに入っていくんで、せっかく彫ったのに最後の出力後の作品が全然良くなかったりするんですね、このスタンプパッドはポンポンポン、あ逆なんですね、ポンポンポンスタンプの方から行くんじゃなくて、そうですね、まあ、あのハンコのイメージが強いんで下に置いてこうやりたくなるんだけども、そうそうそう、今どうインクがついてるかっていうのが分かるじゃないですか。あ本当だ、本当ですね。で最初一気につかなかったけど、もう何ポンポンやってるかな、30ポンポンぐらい超えましたでしょうか。はいはい、でまんべんなくこういう風につくんですね。あ本当だ、はい、でじゃあ、あいいですか、はい、繰り返してで真ん中にポイン、ポイン、はい、あそうそうそう、はい、はい、じゃあオープンですね。おおすごい、いただきた、ちょっとややウインク気味な、本当だ、可愛らしい、いいじゃないですか、一発目とは思えない、まあ私もいろいろ手伝いはしたものの、いやいやいや、うん、味わい深くてご五香がいいですね、うんうん、刺していらっしゃる、ありがとうございます。ありがとうございます。今の繰り返し頑張ればですね。お、なんか出てきた。はい。楽しみですね。なんだろうなんだろう。10年ぐらい前に作ったやつなんで剃っちゃってて。あ、10年前に作ったんです。じゃあ、はい、オープン。いや、これはやばい。マジっすか。え、やば。全部読めるし。作れる。え、これをこの同じ容量ですか。そうですね。略語が難しいとか言ってるレベルじゃないぐらい、はい、え、やばい、略語みたいなとこここありますよ、うわーすごい消しゴムハンコってちゃんと読めるし、はい、子供向けとか、うんうんうん、ちょっと可愛らしいイメージあると思うんですけど、全然大人でも楽しめる可能性を秘めてるんですよこれは楽しんで やったら楽しかったです、終わった頃にはちょっと寂しかったですもうこれが終わるのが終わりか、あーいい、すごい、はい、こういうのも可能性を秘めた遊びなんでね、すごい、ぜひ地球堂さんから島根の全土に消しゴムハンコを広げていただきたいなと思ってます。いやーこれはすごすぎる。なんかもう衝撃すぎて、なんか途中のことがよくあんまり入ってこなかったぐらい。そうつもりじゃないんですけど。いやいや、すごい。はい。もうここなんかもう。あ、ギャーテン最終ボスね。はい。この本当。最終ボス。まあ、こんなのもこれぐらいの、はい、そのやっぱ刃物の使い方で、ここまでいくわけですね。うん、その、刃先のこのね、やっぱ切っ先角度の鋭さとか、うんうんうん、切れ味。がいいから思い描いた通りに彫れるっていうのはやっぱり刃物のおかげなのかなと思います、うん、いやー、はい、すみません、最後余計な、いやいや、そんなことないです、いいもの見させていただきました、ありがとうございます、はい、ということで、はい、木造さん、これからも消しゴムハンコガンガン売ってください、はい、わ、はい、かりました、教室開きます、ありがとうございます、教室お願いします、はい、はい、ありがとうございます、南條先生お願いします、ありがとうございます、はい、ということでご視聴ありがとうございました、